皆さんこんにちは。プロレース観戦動画を上げているアイムです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は2024年3月9日に横浜武道館で開催されたスターダムシンデレラトーナメント2024開幕戦の第9試合シンデレラトーナメント20241回戦10分1本勝負ハナン対ハナコの試合の感想を話していきたいというふうに思います。ハナンの試合はですね、何年か前の両国技館のフューチャーオブスターダム選手権っていう試合で見たことがあったんですけど、2023年スターダムデビューの花子選手は、学生プロレス試合も含めて見たことがなかったので、どんな試合を見せるのかって期待もあって、この試合がですね、この大会で開催されているスターダムシンデレラトーナメント、2024の1回戦の取りということもあって、期待されているのだろうと思ったんですね。で、思ってた以上に、生で花子選手を見てドビングモーを抜かれたっていうこともあるので、この試合について話していければというふうに思います。で、花子選手はですね、入場から結構びっくりしたというか、プロデビュー1年目とは思えないぐらいの堂々とした入場で、181センチの身長で、現役女子プロレスラー最長身と呼ばれるのも当然だと感じられるような姿だったなと思います。で、花はいつも通りの明るい入場で入ってきたというところです。で、序盤はですね、若手らしい試合で、ハナンは力強いエルボーを連打して、ハナコもそれに上から振り下ろすというようなエルボー合戦で、ハナコの大きさっていうのを感じさせるような試合でした。お互いに痛烈な攻撃を繰り出していくんですけど、ハナコがですね、逆指固めでハナンを締め上げると、締め技でも、大きさが際立ってたなと思います。で、ハナのダビングボディアタックをハナコが受け止めるということで、ハナコが受けでも大きさを生かした動きで、結構目が食い付けになるような試合でした。で、ロープ越しに花を踏みつけるとかの攻撃を繰り出していて、特にですね、花子の抱え込み式のバックドロップですね、は高くて、なんですかね、普通に腰掴むっていうよりは、足持ち上げるみたいな形で高いなと思いました。で、花も決して引けを取らずですね、美しいフェイマサーを繰り出して会場を沸かせていって、で、その場飛び式でもフェイマサーを決めてですね、新たなサブミッション技のダンデライオンという技で、花子を締め上げて、見事勝利をしたというような試合です。で、結果としては6分30秒の短い、6分ぐらいの試合なんですけど、花子の、この人覚醒したらやばいんだろうな。このレスラー覚醒したらやばいんだろうなってことも思いましたし、花の、何ですかね、今年シンデレラになるんだって気合も感じられた試合で、この大会とても中でも目立った試合だったかなというふうに思ってます。で、最後にですね、撮影した写真の中で気になったものをまとめて見ていただければなと思います。はい。ここから、花子選手のですね、貫禄を見せる入場があって、で、花のいつも通りの、花子選手ですね、こうやって、大きさを感じさせる試合で、花は、こんな感じで、黄色の明るい衣装で入ってきたっていうところで、楽しそうになる姿だなと思いました。で、ここが、花の突き上げる棒に対して、花子が上から振り下ろすという形で、力強い、この若手らしいですけど、いい試合、いいエルボー合戦でしたし、ここから、花子が力強く大きさを生かした戦いで、逆指固めから、このダイビングボディアタックを受け止めるというような形でした。で、これですね、抱え込み式のバックドロップ、ちょっと足持ち上げ式というか、最近この足持ち上げ式後ろに倒す技、結構いろんな選手がやってるんですけど、この花子の技も、やっぱ大きい選手らしい、迫力ある動きだったなと思います。で、花はこのフェイマサーですね。はい。これは走り込み式で花子に決めるというところで、これももう美しいというか、フォームが綺麗でいいなと思って見てました。し、この後ですね、ソロバ飛び式でもフェイマサーを決めていきます。ここも、ここは捕まえてのフェイマサーから、締め上げて、ダンデライオンで勝利という形になりました。はい。こんな感じで、試合の写真撮りました。で、花がですね、先輩としての意地を見せて、シンデレラに一番近い女として、この大会でのブレイクするんじゃないかって期待させつつですね、花子は覚醒したらあっという間にスターダムの挑戦に立つのではというふうに期待してしまうような試合だったなというふうに思います。はい。な感じで、タイトル通り、花子の覚醒したらすごいぞと思った試合でした。はい。で、次ですね、この大会スターダムの試合の動画、あげるんですけど、次は、このシンデレラトーナメントの中で僕が一番気になったというか、好きだなと。思った選手について話していきたいというふうに思います。それでは本日動画は以上となります。また次の動画でお会いできれば幸いです。それでは、さよなら。